イ、グッドモーニング、エブリバディ、マイネームイズ小太郎、チャンネル、I go to シギさん now、yeah、 おはようございます、小太郎です。今日ね、天気で、奈良県の、ちょっと山の方に、また癒しを求めて、シギさんってとこあるんですけど、密にはならないと思いますんで、そちらの方今向かってるんですけど、今国道175線なんです。今、これから、シギさんに向けて行ってるんですけど、さっきの175線をちょっと妙なとこで左折しじけたんで、左曲がったらそれっぽい山道に差し掛かってるんで、今ねちょっと今曲がってるんですけど、これやっぱりね、いいとこですわ。どん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 ね、街がねちっちゃくなってますね。曲がりませんね、これ。まだ六甲山とまだ違ったらいいかもしれないね。Oh, nice view。今ちょうど頂上を越えたんですけど、頂上に展望台、ちっちゃいスペースやったんですけど、ね、車結構止まってたんで、ちょっと止める状態じゃなかったんで、諦めました。はいはいはい、今ちょっと降りてきたとこに、シギフラワーロード、シギフラワーロード右ですね。シギフラワーロード、シギフラワーロードは生駒山と志木山の中腹を走る舳倉町西部に整備された農道です。これよりグダグダな会話が続きますのでスキップ願います。漢字がよく聞こえるというか、フラワーっていう感じに聞こえる、ふわっとした花造園らしいですわ。なるほど、お花じゃなくて、いや花やけど、花の苗屋さんっていうの、造園業の、なるほどなるほど、そういうフラワー、が左右にある。なるほどなるほど、と思って、ああいうアンダースタンド。はいはい、フラワーロードを今降りてドンツキになりましたね。これを右折、シギさん、こちらに、行きます。指示官、よっしゃ、はい、いや空気がいいね。まあ到着したんですけど、今日ちょっとねすごい車の台数止まってまして、今ちょっと待ってる最中なんですけど、しばらくちょっと無理ですね。お客さんっていうか参拝客の方帰ってきてからの止められるんで、ちょっと待っておきます。今神社到着、神社到着しまして、駐車場今止めたんですけど、さっきちょっと買ったのがこれ、分かってます。先に、いただきます。では01、オーフマイガッド、デリシャス、グッ。次回は志木山総本山長後村志寺の映像をお送りします。お楽しみに。いつもご視聴いただきありがとうございます。小太郎でした。